ざおす、ミネットです。皆さん、トレキザナモ、ただいま2023年4月6日木曜日の午後6時12分なんだもん。さて、本日のニュースは、なんと今日からミネットにメリアスさんという方が新しく仲間入りしたのだのも、これ離島で勧誘した子ですね。皆さん、いろいろと暮らしについてアドバイスしてほしいだのもん。さてさて、では本日最後のお知らせ。DIY でものづくりを楽しんでいる住民の皆さんに告知があります。DIY 上級者の方を対象にリメイク体験ワークショップを開催することにしたんだもん。リメイクをマスターすると DIY で作った家具をイメチェンできるので、ものづくりの幅が広がること間違いなし。新しい DIY ワークショップはまだ案内所で開催してるから、興味ある方はぜひ来てちょうだいね。それでは今日も一日楽しんでたなもん。明日であれか、案内所が新しくなるんかな。もうでもチュートリアル自体は間違いなく終盤に向かってるはずやねんか。てか新住民どうなった？あ、ちょっと待って、メリアス来てるわ。メリアスは来てるけど、上二人まだ全然来る気配ないねんけど。ご制約にはなってるけどな。この二人いつ来んの？この二人いつ来る？移住者様は終わってるな。待てよ、まあ一回話しかけるか。一回話しかけてから本番ちゃう？とりあえずメリアスに話しかけて、ほんでその次にタヌキッチのところ行こっか。よう離島ぶりだな。ミネットさん、荷物がまだ片付いてなくてすみません。今日からミネットでの住民になりますので、よろしくお願いしますね。なのに、もう一回案内所の事件簿、本を片付けるときについ読んでしまいました。案内所の事件簿、本で危険ですよね。なんだよ、わかる。アルバムとか見ちゃうよな。漫画が一番やべえと思ってる。漫画見つけた時マジで読んでまうからな。高飛び棒は使う必要なしと。島もだいぶ改築されてきたくね。嫌な。まず挨拶からしていこうか。おしゃべりしよう。まだまだ今日はこれからだよね。あんたもそう思うだろ。すんってアーサーに最近話してなくね。アーサー、ちょっと久しぶりに会話しよっか。うわ、 DIY しとる。めっちゃ久しぶり。こんなに会わないのって変だよな。さて、おいらに隠れてなんか企んでるのか。アーサーなかなか外出てこねえからな。引きこもりたいっす。こんなものを作れるなんておいらって天才かもな。お前もそう思うだろ。何を作ってるの？ヘギーで驚け。おいらは砂浜の床を作ってるんだ。砂浜の床。じゃあクレア、砂浜の床って何？そんな DIY レシピが存在するのか。あんまり俺床とか持ってなかったからな。砂浜の床、これか。エビス貝、骨貝、サンドダラー、サンゴ、シャコ貝、宝貝。じゃあ株チェックしよう。割ともう93ベルよりも上になった段階で売りたいんよね。ねえねえミネット、ちょっと折り入って相談があるんだ。今日新しく引っ越してきたメリアスって人にはもう挨拶済ませたかい？この島に新しい風が吹く感じがして、予感がして、うちめっちゃワクワクしてるんだ。それで、ね、メリアスやこれからもまだまだ増えるであろう新しい移住者をおもてなしするために、島を飾り付けしてもっといい感じにできないかなって思ってるんだ。もちろん今のミネットもうち的には十分いい感じだとは思ってるんだけどさ、単純にうちも自分なりの歓迎の気持ちを表現したいなって思ってたんだよね。でもあんたにどこかに飾ってもらえないかと思って用意してきたものがあるんだ。ん？場所はあんたにまた、あ、スプリング遊具か。スプリング遊具か。話しかけてほしそうにしてんな、このバニエル。話しかけんとこあえてな。待てよ、スプリング遊具って結構でかくなかったっけ？そんなことなかった。これか。なんかと勘違いしてるな。これぐらいだったらまあどこでも置けるな。スプリング遊具、この辺置いとこっか。まず株のチェック、いくらだろう。昨日40ベルだったよな。40ベルで絶望した次の日、どうだろうな。うわー、でもいやー、これどうする。99ベル、木曜日の午後で99ベルってことはどっかで一発上がる可能性もあるんよな。もうちょい待ってみるか。明日明後日あたりでもまあ強くなるだろう。
株価。これは掘り起こしておこう。1000ベルが稼げます。これ1万ベルでも良かった気がするんだけどな。こんなに光ってるんだったらあ、でもちょうど壊れたからラッキーかもしれん。しゃあ、じゃあ続きやっていきますか。皆さんどうもどうも。今日の放送でもお知らせしたけど、この度新しくリメイク体験のワークショップをスタートしたんだ。もリメイクをマスターしたら DIY がもっと楽しくなると思うから、ぜひ参加してちょうだいね。じゃあリメイクのワークショップ行ってみるか。リメイク体験をする。おめでとうさん、リメイクを体験してみるだな。もやってみます。はいはい、じゃあ早速始めるだな。もそれではリメイクのやり方をざっくりと説明するだな。もとは言ってもやり方はとっても簡単。リメイクしたいものとリメイクキットっていう材料、必要な数だけを準備して作業台でリメイクするだけ。あっという間に好みの色やデザインにイメチェンできるだな。もまあとにかく実際にやってみた方が早いから、早速体験を始めるだな。も今回のワークショップの課題は木製クローゼットの制作&リメイクです。今回作るクローゼットやタンス、それからチェストみたいな衣類をしまう用途の家具は、お家に収納してある衣類を選んで簡単に着替えができる、とっても役立つ家具なんだ。もん手作りの木製クローゼットを自分好みのカラーにリメイクして、それを使ってお家でファッションショー。これぞミレットならではのハッピーライフなんだ。もんおっと、まずは木製クローゼットのレシピ送らないとね。まずは木製のレシピ、クローゼットのレシピからいきます。 OK なんだ。もん木製クローゼット用意したら、もう一度僕に声をかけてちょうだいね。木製クローゼットって何使うんやっけ。木材12か。でも、しょぼい用の1個だけあるな。しょぼい用の10、足りるか ?12 個の。まあ、足りなかったら、足していこうか。まずは、0。木材、そうね。でも、これで多分、ほぼほぼ、チュートリアル自体は終わりに近づいてるはずやねんか。いや、でもね、確か新住民、もうちょっと勧誘しなあかんかった気もする。木材が。全然出てこへん。ただ、木材全然出てこへんな。言ったら来るねんな。言えば来る。あつ森あるある。木材出てこへんな。って言ったら来んねんな。しょぼいよの。待って、普通ののやったら木切ってまうやんな。しょぼいよの強化版ってなかったっけ?待って、でもこういうのも、ずっとしょぼいの使い続けてたけど、今思えばあんま分からんな。ここまで落ちてくれれば十分よ。反対側も落ちんのかな、木の枝って。反対側も落ちんのこれ。あ、落ちるわ。めちゃくちゃ落ちてくるやん。たまんねー。どんぐりはいらねーナイス。うおー、めちゃくちゃ落ちてくる。こっちはここまで行ったらさ、上側も気になるよな。上側落ちんのかな。上側はさすがに落ちん。無理やな。上側はさすがに落ちんっぽいわ。しゃあ、こんだけ木の枝あったら十分やろうがいい。これで木の枝をここまで回収できたら、あとは石がいくつあるかやな。手持ちに石いくつある。8個、十分。え、鉄鉱石じゃなかったよな。さあ DIY していきますか。まず必要なもの、これな。ずーっとしょぼいの使ってる気がする。あともう一個。まあでも、できるやろ。三つあったら。しょぼいのを三つ作って、あとはまあ、OK! しょぼいの三つ作って、もう一回、木材を回収しに行きますか。イエス!あと二個。いやでも枠が増えたの助かるよな。こんだけあったらさ、まあ十分よね。あれ ?2 個しか出てこへんかった。珍しい。お願い。あと1個。あと1個やんな。あと1個。あと1個で終わるんやけどな。このあと1個がなかなか出てくるっていうか、あるやん。昨日のあれか。蜂に刺された時の名残か。イェーイ。これにて。完了じゃ。これ卵とか売るべきかどうか悩むな。ウッディの卵。でもウッディの卵半端ない数あるで今。これ8個だけじゃないからね。ここにもあるからね。ウッディの卵。どんだけ持っとんねん。15個か。
あ、でも食えるしな、これ。岩の卵も10個あるもんな。ようやくや。ようやくここまで来た。なんならここにもある。ウッディな卵。鉄鉱石。蜂の巣とかは売ろっか。蜂の巣そんな使い道ないよな。DIY で蜂の巣ってでもなんか使う気がするな。なんやろ。なんかで使う記憶がある。まあでも外置いといたら島の景観悪くなるもんな。こういうのな。こう飾るのと置くのとではまた別やねんな、確か。飾ってたら、もうどんだけ汚くても評価くれるんやけど、置くは悪くなるんよ。しゃ、作業台で DIY する。家具ですね。家具の、何やったっけ。これや。木製のクローゼットを。できた。木製のクローゼットできた。終わりにする。できたでいい。おめでとうさん、木製クローゼットの準備ができたんだもんね。それじゃあいよいよリメイク体験を始めるだなもん。まずはミネットさんにリメイクキットを渡すだもん。そしたら木製クローゼットを取り出してリメイク体験をしてみるだなもん。うい。何にする？まあ、結構黒やからな、うちの家。黒にしよっか。ナイス。木製クローゼットのリメイクができた。うん、完璧だもん。こんな風にリメイクできるものとリメイクキットさえあれば作業台で簡単にリメイクできちゃうだろう。今日のリメイクキットの余りはそのままお土産でプレゼントするからまた自分でもリメイクしてみてちょうだいね。あれなくなった時はお店に行けばこの体験会の終了者の方にはリメイクキットを購入いただけるからね。ちなみにリメイクっていうのは基本的に DIY で手作りした家具や雑貨に対してするものだけど、お店で売ってるような市販の家具の中にも生地や前デザインを貼り替える軽いリメイクができるものもあるだなもん。リメイクできるものを見つけるのもちょっとした楽しみ方の一つだものね。ということでリメイク体験が必要です。自分の染めた木製クローゼットでおうちファッションショーを楽しんでね。それじゃあお疲れ様でした。さあこっからよ。まあでもマイルがちょっと少ねえな。1900マイルしかないのか。300マイル。で、謎の埋蔵銀、さっきのやつか。こんなもん。ほんで、マイルは、タヌポートで一応マイルも貯めとこっか。2日連続で80マイルもらう。マイル交換1回、マイル旅行券で行ってみる？行ってみても良いけどな。いや普通に使える道具レシピとかもちょっと欲しいけどな。いや悩む。マイルがちょっとあまりにも少ねえな。何したらええの。何が僕に相談だなも。何でも気軽に聞いてちょうだい。え、何をすればいい。そうだなもね。今のところ僕がアドバイスできることは何も思いつかないだもん。ミネットさんほどのベテランなら自分で楽しみを見つけられると思うから自由に暮らしを楽しんでちょうだい。そうか。あ、長靴ある。まあ、でも長靴ってな。長靴あるからなんやねん、なんやねんって感じやな。今日できること自体は大体終わってしまったんやけど、離島行って勧誘する？明日から多分いろいろと、まあ、変化があるとは思うんやけど、ちょっとリメイクせっかくしたしな。木製クローゼット出していこうか。まあ、でもこういうの外に出した方がいいねんけどな。島の評価上がるから。島の評価を上げていきたい。まあ、でも飾っとこうか。木製クローゼットで着替えようかな。これしかないな。今思えば便利やな、このシステム。全然使ったことないけど。全然使ったことないけど今思えば便利や。そうね、ちょっと一回離島行ってみよっか。勧誘していこうぜ。マイル交換で旅行券。まあ貯まるでしょう、マイルとかは。それほっとけば。いえ、まあ、ちょっとマイル旅行券に
マイルを咲くのももったいないなって思ってきたら、上のやつ試していけばいいよな。化石鑑定強化キャンペーン、これ3つ必要なんか。あと花咲かキャンペーン、花に潤いをキャンペーン、体操しようキャンペーン、高額買取でガッポガッポキャンペーン。高額買取のガッポガッポキャンペーンとか難しくね？高額買取ってなんかあるかな。こういうのもでもやっていったらさ、木も積もれば山となる。石のスツールだとそれはいけるな。スツールって石何個作れる。あと化石の鑑定とかもさ、やってきたよな。化石の鑑定と、今やるべきは化石の鑑定と、あるわ、化石の鑑定プラス石のスツールを作ることちゃう。ちょぼいスコップ作っていくか。これでも序盤さ、ちょぼいスコップを硬い木材とかで作るべきなのか、まあ、それともベルで買うべきなのか、ちょっと悩むよな。どっちも大事じゃん。でもどっちかっていうと素材の方がちょっと節約したい感あるよな。さてスコップで、あ、多分これ化石ちーそうだった、お前がおった、忘れてた。これも絶対そうやん。じゃあ、あー卵を探そうじゃないんだよ。ここにあるんちゃう。最初って化石ないもんな。そういえば一番最初の部分では化石がないから、奥の方にあるな。さすがだぜ。あとさっきスコップ作った時に石のスツールも作っておけばよかったと後悔しております。石のスツール作ろっか。石のスツール作るのと、あと DIY の作業台ももう一個作りたいよね。 DIY の作業台は次でいいか。イエー、高額買取品。これさ、こう序盤のうちに出てこうへんやつとか出てくんのかな。信じられへん、高額買取品のやつ。どうなんやろ。さすがに序盤に作れるやつだけが高額買取品で出てくるよな。それもちょっと見てみたいかも。なんかすごい綺麗じゃね？ちょ、見せろ、そこ。一番見たい部分見えへんやん。まだ飲みついてない？昨日も飲みついてたのに。あ、でも虫網ないわ。昨日も飲みついてて今日も飲みついてる。なんだこの綺麗な夕日は。これが無人島生活か。いや、太陽自体は沈んでいくからさ、向こう側見れることないよね。化石鑑定しよっか。化石鑑定して離島行って、今日はおしまい。うーたよ。こんにちは、ミレットさん。訪ねてくださって、どうもありがとうございます。何かご寄贈をくださるものをお持ちだったり、私にできることがありましたら、いつでも、ちょっと待って。寄贈するしかない。化石の鑑定は？お！これは紛れもない化石ではありませんか。いやー、私の直感が当たりました。この島にはあると思ってたんですよ。おっと、とにかくまずは鑑定してみましょう。どれだね、ふむふむ、なるほど。ほほー、ズバリ、うんこの化石。最悪。一番最初に鑑定した化石、これ最悪。それにしても美しい、見事な化石ですね。このうんこの化石があれば、博物館のオープンに向けて大きく一歩前進できるのです。いかがでしょう、この化石。持って帰る。すまねえな。売る。そうそう、それから今回お持ちいただいた化石もそうでしたが、掘り起こした直後の化石は私のような専門家によって鑑定しないと正体がわからないものなのです。今後正体不明の化石を発掘された際はいつでも鑑定させていただきます。寄贈するしないに関わらずお気軽に鑑定をご依頼くださいまし。じゃあ化石の鑑定していきましょう。全部一気に渡せんの熱いな、これ。まあまあ一つじゃないんですね。どれどれ。ああ、しかもどれもまだコレクションない貴重な化石ばかり。やらない。ちょっとこのまま行きます。しばらくテントのままの方がおもろない。博物館完成させるよりも。何やったっけ、高額買取品か。高額買取品の石のスツールを買取で売る。
あとここら辺のやつも売る。高額買取品は倍の価格で計算させていただいて、12,500円。熱い。化石はやっぱ売るに限る。しゃ、マイルも溜まってきたらいい。序盤のうちにな。 200×2 は熱いな。フルーツを植えようキャンペーン、オッケー。離島行って終わろう。イエス。さあ到着しましたよ。今回のターゲットはこの島です。はいはい。誰かいるかな。誰がいる。離島での新たな出会いを求めてやってきました。あーでもコスモスが欲しい。あれ誰もいない。あ、ちょっと待って、誰もおらんやんけ。あれおらん。そんなことある。メディアスはご制約完了したところに来たのに、他の子たちは来ないんかな。あの子たちは明日来るよっていうことか。いや、おらんなんてことある。ちょっと待って、おりまへんがな、誰も。マジの無人島ですがな。これ何しに来たんや、ここ。何しに来た。